皆さんこんにちは、こんばんは。ジャズギタリストの加藤泉です。今日はですね、前々回の時に、ジャズギターで使うテンションって何っていうタイトルで、動画を、配信したんだけれども、その時にね、コメントいただいて、視聴者の人からねコメントいただいたんで、そのリクエストに、答えたいと思います。マイナーの、ダイアトニックコードをまず教えてほしいという感じでね、あとそれからテンションについて知りたいということだったんで、まず、マイナーのダイアトニックコードに、ね、ついて、説明していきたいと思います。まずね、マイナーのダイアトニックコードっていうのは、前にねメジャーの C からのダイアトニックコードをね説明したんだけど、それがねただね平行移動しただけなんでね、それでみんなも知ってるかもしれないけれども、まず C と Am は平行調だっていうことね、覚えてほしいんだよね。だからドレミファソラシドって普通にそれからラから始まっただけの話、ラシドレミファソラみたいなね。はい、それだから、例えばねこうやって Am のダイアトニックコードってこんな感じでいっぱいあるんだよね。それでだからこれがね、そう、普通の C から始まるのだとこんな感じで始まるよね。それがまあこのラから始まるっていうふうに覚えておけばいいね。はい、それで、まずねそのラから始まるスケールには、3種類のスケールがあるんでね、これね、こんな感じ、昔ね音楽の時間で習ったかもしれないけれども、自然的単音階とかね和声的単音階とか旋律的単音階なんていうのがね3つあってね、ただの、ドレミファソラシドラから始まった普通のね、何もシャープのもうフラットも何もついてないのがこのナチュラルマイナースケールってやつね、自然的単音階。はい、それからシャープがいくつかついていくとまた名前が変わってきて、こんな風にハーモニックマイナースケールとかね、メロディックマイナースケール、これもうほんと直訳でね自然的単音階、ナチュラルマイナースケールだもんね。これも和声的単音階、ハーモニックだもんね、和声ハーモニー。それで、旋律はね、旋律を奏でるなんて、メロディーを奏でる、ね、メロディックマイナースケール、こんな感じで3種類 のスケールがあります。はい、それじゃあ、まずね、ナチュラルマイナースケールからね、説明していきます。こんな感じでね、またボードが登場しちゃうんだけどね、これ、見にくいかもしれないけど、まあ、一応作ってみました。はい。それでまずナチュラルマイナースケールっていうのは何もシャープついてない状態なんで、ラからラシドレミファソっていうところを全部4つね、みたらし団子ねみたいな感じでこうやって重ねていくんだよね。そうするとこの緑色のね、ナチュラルだからなんか自然な色がいいなと思って、なんか森林とかねそういうのをなんかふと思いついたんで、緑にしてみました。それで、できたコードは C から始まるダイアトニックコードと全く一緒だよね、これね。ただこっから始まったんじゃなくてこのラの音から始まってるっていうだけの話ね。はい、これが、ナチュラルマイナースケールね、自然的単音階のスケールにできたダイアトニックコードです。はい、それじゃあね今度、ちょっと待って、ちょっと待ってね、またねこれ手作りだからねちょっといろいろと用意があって、はい、はい、今度は、ハーモニックマイナースケール、これはねハーモニックマイナースケールっていうのは例えば代表的なのがスペインのスパニッシュのね独特なスケールあるよね。あれがもうとても代表的なんで、スペインの国旗にちなんでこの、
赤と黄色にしようかと思ったんだけど黄色がなかったんで、赤にしました。それで、今度はこれですね。このこんな感じのスケールにできたコードになるんだけど、まず、ソの音がここの中でソの音を見つけてみて、自分でねまずね見つけてみるといいんだけれども、ソの音を見つけてその音が全部シャープになります。はい、じゃあみんなさん考えてる間に僕もちょっとね、それを用意するんでちょっと待ってね。はい、じゃん。こんな感じでね、これね見にくいかもしれないなと思ってちょっとね、迷ったんだけども、これしかちょっと方法見つかんなくて、こうしてしまったんだけども、ソの音が全部シャープにがつきますね。だからこんななんか飛び石みたいな感じで、あのソにシャープがついてる感じね。そうすると今度はハーモニックマイナーなんでこの赤になります。この赤のこういうコードネームになります。はい、わかるかな、見づらい、ここがこすれるのか、うん、はい。それじゃあ今度ね、あ、そうだね、これをねまずちょっと弾いてみようね。まず初めの、何もシャープも何もついてないのはこういう感じ。ナチュラルマイナースケールだよね。で今あのやったハーモニックマイナースケールはこんな感じ。こんな感じね。うん、でちょっとねあのさっきスペインの、でよく使われるね、スケールに似てるって言ったけど。使われるね、それであのまあね演歌でも使われるし、いろんなねあの、国の、民謡でも使われてるけども、これハーモニックマイナースケールね。はい、それでは今度はね、3つ目のスケール、メロディックマイナースケールに行ってみます。はい、今度はね、今ソについてるんだけどファにもついちゃうんだよね。ちょっと待ってね。こんな感じでね、ファにもソとファにもついちゃうから、こんなさっき飛び石だったけどそこの間を埋めていくような感じになっちゃうわけね。しかもさらに、このファの音ってさ上にもあるわけよ、こんなところに。だからこっちにもついちゃうのね、こういう感じで。はい、はい、これで、ソの音にもファの音にも両方シャープがついて、今度青いやつ、あ、ごめんなさい、これハーモニックマイナーも終わったんで、はい、メロディックマイナースケールね、これは、ファとソについて今度青い色にしました。まあこれメロディックのになんかちなんだ色って言ったら全く思いつかなかったんで、まあ適当に青にしてみましたけど、今度はこういったコードが付けられますね。はい、それでね、じゃあ実際にこのそれぞれのコードをちょっと弾いてみようかなと思うんだけど、ただねギターの場合ね、あのなんていうかな、あのトップの音を例えばラに持ってったりすると、またこのメジャーセブンっていうのが使えなくなっちゃったりとかね、そういうのがあるんで、ちょっとコードネーム多少は変わるけど、まあこれに一番近いのでちょっと弾いてみたいと思います。まずね、
メロディックマイナースケールね、いくね。あ、ごめん、メロディックマイナースケール、あのナチュラルマイナースケールからいこうかね。はい、じゃあいくよ。まずこうだね。こんな感じ、うん、これがメロディックマイナー、ナチュラルマイナースケールね。はい、それじゃあ今度は、ハーモニックマイナースケールに行きます。悲しい感じになってきたよね、そしたら今度はメロディックマイナースケール3つ目のねスケールいきます。はい、こんな響きになるね。はい、それで、これね、3つ全部覚えてほしいんだけど、ただねこれはね、ちょっと、かなり理論ガチガチの理論的なね、理論的な話なんで、実際にじゃあこの通りに全部が全部使うかっていうとそうでもない部分があるんでね、要所要所ちょっと、押さえていくといいと思うんだけど、この辺だよね、大事なのね。ここで E7 が使える、 Em7 の代わりに E7 が使える、あとこっちだと D7 と E7 になったりとかね、こんなところが、ちょっと違う部分なんで、この辺を押さえてもらえるといいかなと思います。それでは、今日はね、マイナースケールについて、お話ししました。リクエストにお答えしました。それではまた次回まで、またさよなら。まずね、またチャンネル登録とか、あと、ぜひコメントの方も、書いてほしいです。それではまたね。